はい、それでは数ベクトルと行列について解説をしていきます。まずですね数ベクトルですけれども平面のベクトル空間のベクトルがありました。これを一般に n 項の成分を持つようなベクトルとして数ベクトルと呼びます。 でこの数ベクトル全体の集合を平面 R2 空間 R3 に倣って Rn と書きますこの x の成分なんですが n 個 x1x2xn とあって i 番目の成分のことを xi と書いてこのように略記します で、X のことをですね、N g 数ベクトル。成分が実数であることから実数ベクトル。あとで複素の場合も、複素数,数の数ベクトルも出てきますので、ここでは実数ベクトルというのが正確なんですが、まあ、当面は実だけですので、単に数ベクトルとも呼ぶことにします。で、RN、この全体ですね、数ベクトル、N g 数ベクトルの全体のことを、NG、N g 実数ベクトル空間。 と呼びますこれは何のために必要かというと、まあ、例えばですねビッグデータを並べた数ベクトルを使ってそれに対して何かこう推移状態ですね推移を表すあとで行列との積を定義しますけれども行列をかけてそのベクトルデータとして持つとまあそういう考え方ですね。 でその時に、えーまあ、行列の理論を使って、えー、このベクトルを考える、まあ、このような応用例がありますのでこういう一般の N 次元の数ベクトルで考えておくということが、まあ、数学的にも実用上も自然であるということですねでこの数ベクトルの演算ですが、えー、平面や空間ベクトルと同様に、えー、等しいっていうのはあ、まあ、この サイズといいますか、次元といいますか、平面の場合は2次元ですね、空間の場合は3次元のベクトルともいいますが、n 次の n ですね、同じようなベクトル,同じベクトルであって、しかも成分が全て等しいと。ここで、この all i とこう書いてありますけれども、これは全ての i について等しいと。この記号は、紙面の都合上、時々使うことにしますが、 それから加減ですね、ベクトル2つあって、ベクトルあって、それの足し算引き算というのは、成分ごとの足し算引き算で定義されます。特別なベクトルとしてゼロベクトル、これは平面や空間においてもあったようにですね、すべての成分がゼロであるようなベクトルをゼロベクトル、レイベクトル、ゼロベクトルですね、と呼んで、太字のゼロで表すことにします。それからスカラー倍ですけれども、 数ベクトル、平面ベクトルや空間ベクトルにおいてもあったようにですね、すべての成分をスカラー倍することによって得られるスカラー倍というものが定義できます。この場合のスカラーというのは、ベクトルに対してスカラーという言い方で、要するに実数、数ですね、のことをスカラーと呼ぶわけです。ただしですね、マイナス1倍に関してはマイナス 1x とは書かずにマイナス x と書くのが通例です。 これは x の逆ベクトルとも言われ、後で出てきますけれども、足して0になると、x と足すと0になるという性質を持つベクトルとして特徴づけられます。次にこの数ベクトルの演算ですね、今定義した和とスカラー倍加減、足し算引き算とかスカラー倍に関する性質ですが、 この足し算に関しては結合法則つまりどっちを先に足しても一緒という性質がありますこれはまあ成分ごとの足し算ですから要するに数がこういう性質を持っているということから自然に従うわけですねそれからゼロの性質としてゼロに何を足しても変わらないという性質ですねこれはゼロが過方に関して単位元であるという言い方をすることがあります それから、マイナス X、先ほどの逆ベクトルの性質として、X に対してマイナス X というのがあって、足し合わせると0になるということで、これはまあ、法逆減という言い方をすることがありますが、加法に関して逆減になっていると。足すと、この先ほどの0減、単位減になるという意味ですね。最後に、この加法に関しては、足し算の順序を変えても変わらないと、X。プラスは Y Y ととプラス X は等しい,というこ,とです、ね、でこれは2に3を足しても3に2を足しても変わらないということから得られるわけですね。で次にスカラ倍に関してはスカラ倍例えばベクトルを3倍して5倍しても最初から15倍するのと一緒であるということが言えますからこれはスカラ倍の結合法則というふうに言うことができます。 それから2つ一辺ですが、分配法則ですね。3足す5の x というのは 3x と 5x。8x イコール 3x 足す 5x ということですが、そういうことが成り立つと。で、もちろんベクトルの方に関してもですね、a かける x 足す y は ax 足す ay と。はい。そして最後にですね、1倍 x に1をかけると。 スカラ倍のスカラーとして1を取ると x は変わらないという性質があります。これは1の作用と言いますけれども、1をかけてもベクトルは変わらないということですね。で、このような性質を持つ、加法とかスカラ倍を持つ集合っていうのは、実は他にもたくさんあるんですね。ぜひ皆さんで考えてみてください。 まあ後期の授業、もう少し一般的な抽象的な数ベク,トルベクトル空間というものを扱うとこのような性質で逆に特徴づけられる空間を集合を考えていくことになります。